このハルくんのサインさ、あれでしょ、H-A-R-U で漢字のハルっていう字作ってるでしょ。そうなんですよ。すごくない？すごいね。結構考えてらっしゃる。これなんか H-A-R-U で、あの、ハル、U っていう字を作ってるの。すごくない？ネギしか見えない。何が何が？マジでさ、何がネギ？さっきからずっとネギって言うよ。何なの？何がネギ？向けんな向けんな。キノピになってるから。キノピになってる。ちょっと常に優しいバトルボーイズを見ていただきました。常に優しい。常に優しい。常に優しい。めったに怒らないよ。優しい。強調したいから赤でめっちゃ引きます。優しい。強調すんな、強調すんな。優しい。強調すんでよろしい。あ、優しいからね。あ、優しい、優しいの分かる。多分シックス選抜めっちゃ優しいと思うよ。いや、待って待って、俺も優しい。俺も優しいで。誰が優しいなるかな。あ、全部書きました。いや、みんな優しい。まあ、レイもね、一番お兄ちゃんだから。うん、なんでレイがお兄ちゃんだよ。これなんか、今、うんって言っちゃった。うん、絶対 俺が一番年上なのよ。あのね、楽曲選抜の流れは、あの、俺4月27日までだからね。おー、まあ、CWS 選抜で入れるとバッサの上に、うん、カップリングね。バッサ様なんかさ、ちょっと違うよ。お兄ちゃんか。お兄ちゃんがすごいね。素晴らしいよ、あの方は。あの方は素晴らしい。世話見てくれる。世話見てくれる。世話見てくれる。世話してくれる。世話してくれる。まあね、ここにいないんだけど、しがりくね。リックは、あいつが一番弟なんよ。弟だね。弟なんよ。解放でも言ってたけど、うん、なんかさ、甘えてくるもんね、めっちゃ。なんであいつが甘えんだよ。そう、ご飯中にさ、でもご飯食べ終わって楽しかったみたいなこと言って、ご飯中喋れないからさ、あれじゃん、バラバラで向こう食ってみて、食べてみんなマスクするって言って、わーって言って、わーって。フルーツの写真いいよね。いいよね、これね。思い出ある。思い出ある。美味しくいただきましたからね、私たち。はい、春オレンジ持ってんね。一番面白かったのがさ、2階に撮影行きますよってやって、僕とケンティとリュウトが呼ばれて、はい、行きますって言って、最初の撮影僕からで、うん、で、テレスさん行きますよって言って、分かりましたって、やるじゃん、撮影、楽しくて、で、終わって、はい、次山本さん行きますよって言って、リュウトいないの。いないの。そう、リュウトいなくて、どこ行ったの。あれって思ったら、スタッフさんが、うん、あ、なんか山本さんフルーツ食べたくなっちゃったみたいで、1階に行きましたって。結局ケンティが2番目になったね。で、山本さん、山本さん、ゆうたさん、ちょっと山本さん、ちょっと事情聴取よろしいですか。あなた、なんか撮影呼ばれてたんだけど、フルーツ食べたくて一回行ったね。いや、俺覚えてない。覚えてないんかい。いやいや、あったよ。いなかったんだよ。その時はスイカめっちゃ美味しかったんだよ。美味しかった。撮影で使った本当に美味しかった。結構高いやつで全部。そう、美味しかった。マンゴーとかの撮影のためだけなんで、めっちゃ高い高級なフルーツ使ってさ、めっちゃ美味しかったです。すごい美味しかった。でも、あの TikTok のフルーツ食べてるやつは、だから多分僕たちが呼ばれた時に買ったんだよね。俺らがね、ちょっとね、美味しくいただきましたから。あの後多分リュウと混ざってそう。あれも本当に美味しかったね。これがラストですね。そうです。このメッセージカードはね、なんかコミカル女子どれっていう人これか。 AAO なんかあれだよね、いっぱいさ色使ってるのがさ、うん、ゆうきくんって感じじゃない。もう本当に大太郎らしい。なめろって。おお、大太郎らしい。もうこの自己紹介してんのごく少ない感じ、ね、本当に。知ってる方はコメントしてください。うん、知ってる知ってる。僕は知ってるよね。知ってるよね。知ってる。え、誰なら書いていい。僕もこのサインめっちゃわかるよ。ちょっとだ、頑張って。これ油性じゃん。いいよ、油性いいよ。油性でいい。じゃあもう富田の左腕にみんなのサインを書いて思い出にしよう。書きづら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 そう。見どころ。書きづらよ。汚ねえ、サイン。書きどころですか。やってみてよ。ちょっと表くね、紙が。で、ちょっと動いてるね、おー、肉の。邪魔すんな、邪魔すんな。動くな、動くな。知らんとずってなって。イエス。ここに、ハル、そしてレイ、そして中村太郎のお三人が。やめとけ、やめとけ。言うな、言うな。素晴らしい。やめろ、やめろ。
優しいじゃなかったっ優しいじゃん優しいじゃなかったっ常に優しいあれさっき常に優しいって言ってなかったっけ別にいいよとか言ってないよね勝手に言ったいや思い出やんこれ残ってるよ、ね、残ってるよちゃんと残ってるからさうんこうやって言ってるさっきもここのコメントの方にこちらのコメントのピンク見れば分かるんですけども、うん、そちらの方に自分で常に優しいと書いてあったり書いてありますねこれはどういうことでしょうかはい、時間かかりました終わりましたねカル君お疲れお疲れちょっと並んで並んでその気をつけて新名じゃないから人気のマスケちょっと遠近法使わないでもう頭1個分くらいもうちょいかな。ありがとうございました。